都立校、靖国参拝、批判記事から出題。予備知識のない高校生に、参拝批判に誘導する、極めて不適切な出題。東京都八王子市の都立松ヶ谷高校で今年1月に行われた3年生の政治・経済の学期末試験で安倍晋三首相が昨年12月に靖国神社に参拝したことを批判的に報じた毎日新聞の紙面を添付し意見や説明などを求める問題を出題していたことが15日分かった。識者から参拝への批判を誘導するような問題で極めて不適切との指摘が出ている。添付された紙面は、靖国参拝、首相が強行、政権1年、周到準備、米政府、失望した、失われた国益、大きい、との見出しで、首相の靖国参拝を批判的に報じたもの。設問は、安倍首相の靖国参拝に対し、中国、韓国は厳しく批判した、と説明。その上で、1、自分の思うことを自由に書きなさい。2、中国、韓国はなぜ批判しているのか。中国、台湾、韓国と日本との関係は戦略的互恵関係にあるが、それを無視してまで、なぜ安倍首相は参拝したのか。アメリカはなぜ失望したのか。説明しなさい、と尋ねた。出題したのは、50代の男性教諭で、授業中に、君が世を奪う、社会科教師は少ない、と発言したこともあるという。平野敦校長は、学校で購読していた新聞の記事を使ったところ、たまたま批判的な報道だった。参拝の是非を問うものではないので、問題ないと思う、と話している。東京学芸大、教職大学院の今井文夫特命教授は、一面的な評価だけを提供しており、より知識のない高校生だと、参拝批判に誘導される、と指摘している。